いやいやあ、太郎さん、こんこばんざいねえねえコップ持ってきて牛乳飲みたい <laughs> 牛乳飲みたいよ10分待ってうそ、間違えた十10秒待ってシュン さ戻ってきてー <laughs> 10分間違えた10秒10秒はいじゃ誰ですかあ自己紹介っていうかテロップ出しますあ,あ ししました。はいバンザイジャパンの候補生ユニット足軽ジャパンの、えー、松田恵美乃と申しますよろしくお願いしますちょっとまだやっぱり認知されてないかなっていうのは思うのでいっぱい喋ると喉乾いちゃうからね 実はまだご飯を食べてなくてさっきコンビニで買ったんだけどなんかパスタの 350g のなんか大盛り買ったのねこの時間に大盛りやばいよねこの時間に大盛りのパスタを食べるアイドルです <laughs> 大食い大食いアイドルですこの時間に お大盛りパスタやばいよねやっぱやっぱ,やっぱり大盛りなんです大盛り買っちゃった <laughs> うん恋バナをしたくたしたかったんですけどこの時間ね何か 皆さんの恋バナを聞かせてて逆か私が教えてみたなんか話すような恋バナがなくてなんか本当にモテない人生を送ってきたのでなんかなに制服デートとかさ制服でクレープ食べる原宿デートみたいなのとかしたことないからしてみたい ありがとう遅くなのに来てくれて今日はレッスンだったよでもうん小学校の時が一番あれかもしれないおっモテたかもモテたっていうかなんか 男友達が多かったかも小学校の時が一番。なんかよく外とかで遊ぶタイプの女の子だ, <laughs> の子だったからなんか軽泥とか流行ったから軽泥とか泥系っていうのかな軽泥とか男の子たちと混じってやるタイプの女子だったから小学校を3年生が一番。 てたかも3年生、うん、みんなは無敵がありますどうりすがりさん。 圭吾さんありがとううみのって頑張ばんいありがとううん <laughs> ショールームのコメントとかおきていみたい頑張ばたい大盛りのパスタを食べてるななうの海みんです大盛りパスタ テクテク通りすがりーって通りすがりさんからんでいこうおうちゃんおうちゃんさんゆっぴーさんあいさんああまたろさんほさまありがとうねたくやぎさんとかみんな来てくれてありがとうあずきさんえー、このおばたかわいいブーブーチー むちゅんさん、ありがとうございます。来てくれて。今日、少ないから名前が読める。ウリピー通りすがりの方でもよかったらコメントしててください。ファンザイジャパンの、もう、えっと、広報専援としが軽ジャパンの松田海野と申します。吉しひろさん、こん,ばんざい。ちゃちゃんさん、こん,ばんざい。ありがとうございます。でありがとうね。 大盛りパスタ。やばいよね、この時間にオーりパスタ食べるの、本当にマジで。クロモさんだ千ンさん、こんばんはココさ,さん、こんばんはクロモさん、ホステマ、ありがとう。モージャさん、こんばんはスカーラさん、ゼロさん。やすイろさん、みんなありがとう。聞きてくて。一瞬でも見てくれてありがとう。ウ <laughs> レビー。 でも恋バナつきたいんだけどうんみんなの好きな女性の仕草ははいコメントください好きな好きな女性の 仕草は質問はね、テロップにしたエビだこまたクロモさんありがとう、今日も来てくれてノリ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 さんありがとう、ジーンさんもありがとうございます取りすがりですが、さやきちょうしーってさやさんね さやさん本当にダンス上手ですよね。さやさん足軽と兼任していただいてるんですけど結構ほんと足軽仕切ってくれてしかもなんかダンス上手だからダンスもやったらとりあえずさやさんに聞くみたいな感じ本当に上手ですよね。 行くよ姫様かな,ないポニーテールがちょっと髪の毛が短くてできない <laughs> こんな感じちょっと前髪ね、長くなったから切る、今日夜

お、まあ、いら飛ばれる飛ばれる時じゃあもうこの時だねまさにこうやってやってるときこうやってやってるときのちょっとくらいに、ね、こうやってやってるときのこうなんかうなじとかかなこういうときかなちょっと髪の毛短いからできなんけど <laughs> <laughs> いやまさにそれ本当まさにそれあそうなんだええー、ねやっぱりさ男性ってさ揺れる系が好きなのなんかポニテールとかツインテールとかやっぱそうだよね 西シミョウさんかな西イミョウさん西シミョウさん、西さんごーまーなーありがとう、来てくれて牛乳飲んでまーすャン牛乳ってさ、冷蔵庫に入れないとさ、腐っちゃうからさ<ー>入れますあ、入れました その二の二腕がたまに…あこうやってやってるときのこう二の腕二の腕こう二の腕がたまらないのかなこうやってたばんって言うときの二の腕あんま見えないこのそこお初ですね ありがとう西明さんなんて呼んだらいいですか私は松田恵美乃と申します。よろしくーえっ、ー、と、バンザイジャパンの候補生ユニット、足軽ジャパンの松田恵美乃と申します。恵美乃ーって呼ん, <laughs> んでください。恵美乃ーって呼んでください。海の街 <laughs>。 これクローさん、こういうことこういうことこういうことかなこういうこ誰ですか <laughs> これ、スクショタイムじゃないこうやって。年を取った。ああ、ジョーさん、そうなの 誕生日ってしたもんね「ハッピーバースデートゥユーハッピーバースデージャンボー」そうなんだね何歳になったのか言って <laughs> そう牛乳飲みたいってずっと言ってて買ったの牛乳運酵して酸っぱくなるマジ 牛乳そんな…いつも牛乳1日とか長くても2日とかで飲んじゃうからあんまりねちょっとねなったことないえみなさん…あーみなさーんほんまね西です西宮さん西さん西宮ん西西宮ん <laughs> 寝しねえねえお落ちしないでえみんなありがとう愛知出身ってだけでフォローしましたありがとう何愛知出身なのもしかして愛知トークする愛知トーク愛知トークする 画面暗いえ顔より口…あ早かったあ、ゴムどっか行っちゃったあ、ゴムどっへっ 一瞬にしてゴムがどっか行った見つかったらやろう挟む感じねさっき思いっきり噛んじゃったよティーフで噛んじゃったよ何歳に見えてますかえー、うーんアラウンドサーティーかな20代だったら後半30代だったら前半みたいなじゃ,ーじゃんじゃんじゃん パパススタタ食っって、パスタパスタ作ったお前あのね夜ごはんまだ食べてなくてレッスンだったんですけど大盛りパスタをコンビニで買って買,買っていましたー <laughs> 安定の大盛りなんだよねこんな時間にさこんなさ大盛りパスタ食べたらやっぱりよね本当はさポテトチップスとかもさ買いたかったんだけどさパスタだけにした <laughs> そんなにさんさかなナッーーん、ね、ハナッピーバースデーと言うハ生日だってお祝いとようハッピーバースデイトゥーと言うハッピーバースデイトゥーと言うハッピーバースデー 大森さん、あ、バイバイ。ん森さん、今日誕生日だってみんな。今日じゃないや。昨日かな。いつ誕生日だったんだろう。実は私も8月28日誕生日なんです。近いね。同じ8月生まれ。

毎日配信6日目ってこと数えてくれてたの嬉しい明日配信できるか分かんないんだよなでもしたいもしさ朝さ朝ってかさ12時とかにさ配信したらさみんな来てくれるお昼のさ12時とかなんかなかなか来れない時間帯だと思うんだけど明日ちょっとあれお昼の12時しかできる時間がないかもしれない ヘンブンヘンブン食べたいお年頃何でも食べたいお年頃足島君って知ってる間みんな若く見てくれてるあそうなのじゃあ若いのかな私が言ったのは若いニアピン仕事なの なんかさお昼休憩とかさにさこれないかなーと思ってどう無理かなお昼休憩とかまこまこ配信になっちゃてるでもなんか 6日さ続けたからやっぱり毎日配信したいじゃんだから明日は12時とか40になりましたえ本ほんとにほんとに40になったのえ見えない若いね若作りしてるんだろ若 <laughs> 作りしてるんだろう で、14時なのめっちゃアイコン変えるじゃん。あ、バターめっちゃ変えるじゃん。3秒。24秒。24秒。4秒。あらさに両足突っ込ん両足突っ込んでんのじゃああらさじゃん。<laughs> 両足にあらさ突っ込んでんってことはもあらさうアラサじゃん。もうみそじだ。もういもうみそじだな。みそじ。両足突っ込んだらもう3時だよ。

頭皮は六十ですか。頭皮六十歳なの？ハゲちゃん <laughs> でもなんか、私もなんか将来ハゲそうで怖いんだよね。そのデザート可愛い。 十代え嬉しい十代永遠の十八歳です嬉しい十代 <laughs> アイスはクアのそうアイス食べたくて買おうと思ったんだけどちょっとあのパスタさ食べるからさなんかアイスさ食べれないかなと思って。 なんかパスタ食べちゃったらさもう口の中がパスタになっちゃうじゃん。ちょっとアイス違うかなって思ったんだけどもし配信終わってアイス食べたいってなったら食べる。うハゲてますからって。ね、待って私もねハゲそうなの。ほんに。ハゲそう。 うんうん。聞いて私もめっちゃおでこ広いの。見たいこれ配信見に来た人だけ特別ね。特別でこひろ紹介ね。広くないめっちゃ。やばいんだよ。ほんとに。 やばいよねデコひろフ <laughs> ピンあげちゃう <laughs> でもう19歳とか肌なんか高校卒業してすぐの時とかはもう髪の毛め前髪も伸ばしてたからもうデコパン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 ってかガンガン出してたんだけど最近はちょっと。 かっいいてますアイス買いに行きたい何アイスがいいかなスーパーカップかなパピノハパピ,パピコハファーゲンダッツは、まあ、みんな好きじゃんファーゲンダッツファーゲンダッツミルクがね結構好きミルクファーゲンダッツのミルクが好きだよ 4本入ればデコに認定、え、私手のひら入っちゃうんだけど。<laughs> 手のひら入っちゃう。それは何に認定されるデコパチ,パチ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 コ。あ、そうね。なんか夏っぽい。あ、ちょちょちょ。あのね。あの、ウの、何味ってか。なんかウのなんかサイダー味みたいなのを食べた時があって。 あの、ね、そう食べてたらねもうなんか冷たすぎて頭キンキンしちゃって <laughs> それからそう買ってないうんうん 春も好き私もあそうめっちゃ野菜だ味そうそれ食べたのなんか冷たすぎて頭キンキンしてそれからそう買ってない近所のコンビニにアイスの種類がなさすぎてなんかスーパーカップぐらいしかない <laughs> 近所のコンビニがちょっといもっとアイス入れてほしいなんかさめっちゃさアイスのさ種類が豊富なさコンビニとかあるじゃんもう通いたいよねそういうコンビニえな梨味あ待って食べたかもちょっと待ってパッケージがオレンジっぽいやつ食べたかもしれないうん食べたかも <laughs> コーヒー大好き私もパピコイコールコーヒー味ラモンでもカルピスも好きだけどねカルピス味 ちょっとねツイッターにちょっと新メンバーのマイカちゃんとの写真を載せましたよかったリツイートいいねしてください好きな女性の仕草さそうさっき聞いてたの「好きな女性のシグさは何ですか?」って。 何でさっきポニーテールにほどくポニーテールをほどく時とえっとポニーテールを縛るときってだからちょっとやってた私の男性の好きな仕草はねうーんなんかベリーファーストしてくれた時とかし,してくれんしてくれる時 してレディーファーストをレディーファーストをしてくれる時っていうのがいいっすうんあとうんんだろうあネクタイをこうやってやるときとか「あっつみたいな。<laughs> でもそれは、ネクタイは結構、本当に、なんか、人によるんだよね。人はなんか、脇が不意に見えてしまったとき。脇。あ、ちょっとこの服見えない。脇。<laughs> 見える。<laughs> メガネは、あ、 メガネあるよちょっと待ってメガネを取るし草さやろうタイマッチーついでに牛乳おかわりはいメガネを取るし草さねちょっと動が入ってるからメガネを取るし草さいきます <laughs> これ <laughs> なんか違う?「ヘアさんかまざーい!」って笑える<笑>ズボンじゃないんだなこれタイトスカートだよこの服めっちゃお気に入りプリケツが目立つめっちゃめっちゃプリケツなの タイトスカートでセットアップ、このセットアップめちゃめちゃお気に入りで、私の好きなモデルさん、前田のずみさんっていう前野ちゃんがいるんだけど、前野ちゃんがプロデュースしてるブランドのセットアップでーす。前野ちゃん大好きすぎて。誰の眼鏡え、私の眼鏡これ、度が入ってるの。 今コンタクトしてるのに度が入ってるメガネをかけたらなんかおかしなことになったこれ私のメガネなんだちょっと最近さここがさゆるゆるなんかさ定期的にさここのさゆるささ直しに行かないとダメじゃんでもさなんかさもうゆるゆるすぎてさ下がってきちゃうんだよねこうやってズルって。 直しに行かないとか。私のメガネだよー。どう入ってるからガチのメガネ。そうって、これね、メガネを取る仕事好きなの。でもなんか分かるかもしれない。なんか私が、もう普段はコンタクトなんだけど、あのー、なんだろう、例えば本読むときとか、なんか家に帰ってちょっとオフになったときに、 メガネだったのみたいなの。よくないギャップギャップよくない胸キュンだよね。あ、でもやっぱり、女性が胸キュンする仕草はや、やっぱ壁ドンじゃない壁ドン。壁にこう追いやられるのって、ちょっとキュンキュンしちゃうか、壁ドン。 ぬいしちゃってビビったって。あ、卵子卵子だと思う。卵子卵子だと思う。ちょっと卵子入ってるってね。これ作った時に言われたと思う。でもね、子なとかちょっとよく分かんないんだよね <laughs>。エミなってまだたくさん見たことがないから、違うくまでどる。実はハイテンションだよね。イェーイ イェーイ <laughs> イェーイはい、決 <laughs> す<所>。壁ドンチェキはやばい。<laughs> でも、聞いて聞いて聞いて。壁ドンチェキは、私が壁ドンするのか、そのなんか、してくれるのか、どっち でもさ、もしさ壁ドンチェックされたらさとっあ、そう、壁ドンチェック取り回してさ撮ってる時さこっちがにやけるやん <laughs> ファンの人じゃなくてさこっちがさにやけちゃうやつ汗臭いかもしれない絶対私の方が汗臭いライブ終わりでさ物販するじゃん いつもも思う私さ汗臭くないかなっていつもね思ってでなんかファ,ファブリーズじゃないわシーブリーズさするんだけどなんかさシーブリーズでさ汗の匂い消えるんか分からんいつもさチェキ取るとき臭くないかなってさ気にしてるよふんふんふん でもう鏡ガかけて仕事してた。おじいって言われたおじいってどういうこと <laughs> おじいって何ちょっと違うみたいな。ちょっと、あとちょっとだけんきゅうするのに、みたいな。いつも、あとでも、ゅきちゃんやほいちゃんとは違う種類のね、調査中。ゅ <laughs> きさんは、 マジバンジ,みたい,なマジかわいいみたいな感じ。なんか、うつさんのテンション入るのは、なんか真似したくなる。かわいすぎて。あゆりさんも。かわいい。目をじーっと見るやつですね。じー。 なんか見つめられるとかさちょっと無理じゃん自分の方が臭いからいやでもね結構私も汗かきだからね相当汗かくよこの間物販のところがめっちゃねあのねクーラー着てなくてねもうねポタポタっつって出ちゃってマーマータタさんこんばんはーあ珍しいか <laughs> <laughs> どんだけ漢字読めるんだでもかける前さかけてなかったもんねそうなんだねかけるもメガネなんだねかけるもメガネなんだね、うん ねえみーって、なさんありがとう、来てくれて。その前、前、その前、顔びしびしだった。私もョビショだった。でも、電動扇風機こう、プーって、やってラプーって、やってた。先 <laughs> 生、おぎっぱなし。 このバンザイの戦争欲しいいつも眼鏡かけてたまにっていうことお仕事とかなんか読書とかするときだけ眼鏡かけるみたいなえたまに眼鏡かけるのねありだと思うそのお仕事するときとかなんか本とか読むときにちょっとあみたいなかけると「えっ眼鏡かけるの?」みたいな自分も眼鏡 みんなメガネ族だな。メガネ隊作る。メガネ、メガネ族隊作る。ふ。んふん、ふん、ふん。ん。ああ。エミノの印象一言言うとコミュニケーションがド直球、駆け引きなしって感じ。どうかな駆け引きって例えば コミュニケーションちょっとどど,ど,ど,どちょっくー <laughs> えどういうことかけ引きとはずっとかけてるーそうなのずっとかけてるんだね。じゃあメガネ族じゃんやっぱ。私もメガネさかけるからさみんなメガネ族だい メガネかけてる人はもう仲間ねえじゃねメガネ族メガネ族メガネ族西宮ささめっちゃさアバター変えるじゃんちょっとメガネアバターになってる <laughs> ライブの時もたまにかけてるのじゃあもしかしていつかメガネかけるか見えるのかな ととかいつも思っったことを素直に言ってそうあーなんかツンデレあんまり私好きじゃなくて個人的にあの好きじゃなくてっていうかなんかこれは恋バナになるんだけど <laughs> なんかもしつけな付き合う男の人だもし彼氏にするんだったらツンデレっつってやるの嫌で。 ツンデレよりデレデレのが好き。<laughs> だから、なんか、私もデレデレなのかもしれない。<laughs> だから合ってるかも。合ってるかもしれない。 しかも、うん合ってる <laughs> どうだろうね楽しみにしてよなんかりんさんがメガネかけてるじゃないですか <laughs> ああメガネかわいいよね,ねきなこ好き

例えばなんだけど、なんか、今日の配信でもさ、例えば、ヘイヤさんが、エミノンデレデレなんだと思ったら、なんか、本日ショールームにて、エミノンデレデレ発覚、ハッシュタグ、エミセツみたいな。なんか、ファンの人も使ってほしいの、エミセツ。その、大名さん、大名曲室の皆さんも、なんか、使ってほしい、本当は。<laughs> 使ってほしい本当はってまだそんなに広まってないからなんかみんなで広めてこうみたいなみんなで作ってこうみたいな感じでやりたかったみんなエミセツ使ってね「ハッシュタグエミセツ」さあそれは何でしょうエミノんのあのー、取説取扱説明書ってことね。 ハッシュタグ「エミエミ#笑う」っていう字に「みにカタカナの説」みんな使おうぜ <laughs> まだ分からんまだ分からんか分かるよ私には私には分かるよ 私には分かる心の奥底が見えておりますあなたはエミノンのことが好きになる好きになるエミ,セトエミノンの取り扱い説明書じゃスクープ記事載せる写真のスクショタイムですレスをお願いしますどういう顔がいいのかな口紅塗らせて 催眠かけてたの今。<laughs> デレデレの写真シシ、デレデレの顔。あ、スクショタイムね。できた <laughs> スクショタイムだよ。 レスをお願いします指ハート指ハートできたなんかテロップが嫌だテロップが嫌だテロップが嫌だとか感じで 1> 1分出たテロップが嫌だったからもう一回もう一回ねテロップが嫌だった作者できましたかね

<laughs> 一人でやって一人で笑ってるんだけどよしダイブだ やーし。もう、すごく配信長くやっちゃったから、ライブ告知です。最後めっちゃいいの撮れた。おい、ツイートチーム。明日一面これでいくけ <laughs> ツイートチームなんているの <laughs> ツイートチームなんているの最後どんなやつうーみたいな。変顔撮っちゃダメだよ。変顔撮っちゃダメだよかわいいやつだけね。はい。 8月25日5時20分から渋谷に行ってライブしまーす <laughs> よかったら、エミノで予約してください。松田エミノちゃんで予約してくれたら嬉しいです予約特典すごくいいやつを考えてるので、みな、エミノ予約行くぞー お願いしますなんとこの日は2人新メンバーが発表されます足軽ジャパン私たちもお披露目を1ヶ月前にやらせていただいたんですけどこの日も新しい顔2人もう Twitter では出てるマイカちゃんとすずねちゃんが初お披です皆さん楽しみにしててくださーい ありがとなうよっしゃよっしゃみんなこの世の中にかわい可愛いかわいいかわいいスクショのかわいいスクショのかわいいみのちゃんを広めてねブサイクな変顔を食べてよ。ねということで今日の配信はここまで次の配信は 明日、お昼の12時ぐらいにやりたいなと思ってるので、もし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 来れる方がいたら来てくれたら嬉しいです。お昼だから、あんま人来ないかもしれないけど、今日百224名の方ありがとうございました。ちょっと YouTuber っぽく言うと、今日の配信はここまで、次の動画は <laughs> ?YouTuber っぽい。今日の配信はここまで、次の動画はこちらシュンみたいな。 おやすみみのって、おやすみルクティーン。じゃあ、また明日のお昼来れる方がいたら、もし、全然こうみんな来れないよってなったら、明日やらないかもしれない。またツイートします。みんなツイッターにね、マイカちゃんとの写真を、ペコペコーンって載せたので、これ。ファブリッツよろしくね。 おやすみってありがとうたとさんが今星さま投げてくれてるけどまた明日おやすみなくてみんなゆっくり休んでねバイバイお昼来れる方がいただきてくださいおやすみ松田ゆみのでしたバイバイ